ゴビクゴビクは、ゴータマシッタルタが上道して、最初に弟子となった五人の修行者、最初期の僧が、彼らはもともと、ゴータマの父であるスッドダーナの妖精によって、苦行林に同行した。彼らは共に、ウッタからアーマプッタ千人の下で、バラモン修行を行うが、教えに満足して、さらなる修行を求めて出立する釈迦に同調し、共に教団を離れた。年にわたる、 苦行の後、釈迦は苦行を悟り終える真実の道ではないとして苦行林を、去りスジャータから父が湯の苦行を終えた様子を見て、かの園へ去った。その後、釈迦は、ぶったがやにて悟り終え、かの園へ赴むいて、彼らへ最初に法を説いた。当初、この五人のビッグは、修行を捨てた釈迦が遠くから来るのを見て、軽蔑の念を抱き歓迎を拒んだ。しかし、 彼が徐々に近づくと、その堂々とした姿を見て、異形の念を抱き、自然に立ち上がって座に向かえたと言われる。自らが荒間であり政党各社であることを宣言した釈迦は、なお、教えを受けることを拒む五人を説得して、最初の説法を成したところ、アジャク、陳情、はじめ次々とその教えを理解し、アズルカを得た。彼らが仏教に帰依して、布教活動をしたことで、 初期仏教教団の重要な役割を果たしたと言われる。この出来事は発天法輪と呼ばれ、釈尊の人生の四つの天気の一つに数えられている。なお、五人の名前は以下の通り、ありがとうございます。